バニーチャウは南アフリカ共和国のファストフードで小麦粉の食パンの中をくり抜いてカレーを詰めたもの。もともとはダーバンに住むインド系住民の食品だった。アパルトヘイト時代にはレストランへの入店が許されていなかった黒人やインド人が持ち帰って食べる食品だった。パンをカレーの器として手づかみで食べるため食器を返却する必要もなかった。より近年には ストリートフードとしてだけではなく、レストランで食べられることもある。バニーチャウの発祥地は、インド系住民の大きなコミュニティがあるダーバンである。南アフリカ国外のインド人コミュニティでは知られていない。インドから南アフリカへの移民は1860年代に始まったが、バニーチャウが作り出されたのは1940年代だと考えられている。 第二次世界大戦中は、ローデシアのグーエイロでも売られており、現在でも、近郊の街角まで食べられている。バニーチャウの起源に関しては、諸説ある。一つの物語では、クワズール・ナタール州の砂糖キビプランテーションに出稼ぎに、来たインド人労働者たちが畑で昼食をとるため、食パンをくり抜いた器で、野菜カレーを持ち運ぶようになったのだという。グニ肉が用いられるようになったのは、 後のことである。別の説によると、ロイヤルダーバンゴルフコースで働いていた、インド人のゴルフキャディたちが、弁当にしていた食品だったとされる。ロキと豆が、インドの伝統的な食事だが、バニーチャウに、ロィを用いると持ち歩く間に崩れて、しまいがちだったので、代わりに食パンが用いられた。ダーバンのインド系は、伝統的に米粉やひよこ豆でパンを作っていたが、移民後には、 小麦粉の食パンで代用するようになっていた。バニーチャウを作るためにくり抜かれた四つ切りの食パン。一説によれば、最初にこの料理を作ったのはカピタンズというインド系のレストランである。インド人の商人はカースト名のバニアで呼ばれており、バニアズチャウが名まってバニーチャウになった。チャウは南アフリカ英語の俗語でシンプルに食べ物、食べるという意味である。 信憑性の低い別の説によると、バン・アチャールの聞き間違いから、バニーチャウという言葉が生まれたというが、バニーチャウの材料に通常アチャールは用いられない。食パン4分の1本で作る小型のバニーチャウは、南アフリカの黒人の間でスキャンイン、またはコタで15ランド、クォーターマトンで50ランド程度である、食パン1本分のバニーチャウには、クォーターの3から4倍の値段が付けられる。 今日では南アフリカの全域にバニー・ッチャウを提供する小さな持ち帰り店やインドレストランがある。ダーバンでは2005年から毎年バニー・ッチャウバロメーターという催しが開かれ市内の料理店が優勝をかけて競い合っている。ありがとうございます。